ジンくんっていつも本当に優しくて思いやりがあってめちゃくちゃいい人だけど怒ったりするのかな。そんな疑問がふと湧いた私とりょうかちゃんでジンくんをいじり倒しちゃおう。やっていくよ。どうも、キータンです。あ、と、やす、りょうかです。いえ、ジンだぜ。イエーイ。今日は、うん、はい、3人で、うん、女子会をしたい。うわ、俺女子会大好き。でも女子会で言えばやっぱりお菓子じゃないですか。あ、うん、お菓子とかも買いに行きますか。お菓子はもう後に。いや、じゃあ後にでもないじゃん。なんか、あ、うちに出せるものあればなんか出しますよ。あ、本当ですか。じゃあちょうだい。な、何が欲しい。何、お菓子もあるし。くれ、あるもの全部欲しい。あ、ありったけのものやるよ。安すぎる。ダース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 。ほら。うわあ。サンタさん。え、すごいなんか。え、これ誰か来たな。あ、これ誰か呼んだな。女の子いる。これ誰かの土産なの。食べて食べて。え、なんかあのフィッシャーズさんのプロデュースしてる、うん、お金組ね。うん、お金組あるじゃないですか。あれめっちゃ美味しくて。え、食べたい。ないです、お金組。お金組ないの。いや、お金組、いや、お金組売ってる時最近じゃん、フリアさん。そうだね。ちょっと買いく。いや、ちょっと後に出てくるしね。ルーレットとかでトークテーマ決めるとかもいいしね。あ、それめっちゃいい。それしよう。いや、こんなん女子だけでやってもそんなもん可愛い質問しか出ないから、そうだね、こういう男が混ざってないと決して若い子に繰り返しやんが好きな人との LINE? りょうかちゃんいるからな、19の。でも最近マネージャーさんからの NG がめちゃめちゃ緩くなって。あ、ほう。え、本当にやばい情報を与えてしまったのでは。確かに、どっちの方漏れるとかある。私左です。こっち、みんなこっちだよね。うん、みんなこっちなのかも。ね、左ですか。うん、こっちだから。ベストはみんなこっち向きでトークが一番来ました。早い、はみ出ちゃう。長すぎてね。タイプとかに。タイプだけになってる。よーい、スタート。付き合いたい YouTuber。 なんかデートしたいとかじゃない、結婚したいとかじゃない、付き合いたい。ガチで考えてくださいね。苦しめない、逆に。逆に付き合ってみたら楽しそうで変えて。ああ、いや、まあでも、いや、付き合ったら楽しそう。ゆるいな、ちょっと。てか、いないんだもん。いない。あ、じゃあ分かった、付き合ったら楽しそうでいいわ。楽しそう。付き合いたいじゃない、付き合える。上から上から。いや、どこ行きたいかも。うん、その人と。いや、そんな付き合ったら楽しそうな人いっぱいいるわ。でしょでしょでしょ。またそかすわ。え、それってさ、なんかそれってずるじゃないですか。なんですか、メガネ食い、メガネ食い。なんでですか、メガネ食い。逃げてないやつ教えてください。じゃあ、まず果汁グミをこうやって食べない人っていうのは全然。付き合ったら楽しそうだと思う YouTuber さんは、はい、ブルルルバッです。お、意外だ、はい、初めて口から聞いたかも。聞いたもんですか。え、ワード高尾さんデートとか行きたい。何それ。やめた。いや、ちょっと今さっきパンツ頭に来ました。じゃん、仲間知事 MP さん。本気にするって。仲間知事 MP さん、さんすぐ DM 来るぞ。え、でも付き合うんだよ。付き合った中でもやっぱ付き合ったらしなきゃいけないこととかもするんだよ。それはそうやん。はい、その上で、はい。ああ、いや、でもまあ、でもちょっと今言うの違うかもしれん。今この時期。どういう時期。え、じゃあ言ってみていい。うん。違うね。はい、めっちゃ違う。でしょ。食べたい。はい、どうぞどうぞ。あ、食べたかったね。はい、行こう。どう。くどかれた有名人来ました。これ誰？誰？はーい。これが近いかも。どうした？いい？いい？でも分かんない。知ってるかどうか分かんないです。はい、どう？の。デートに行きましょうって言われて。プライベートは違うみたいになっちゃった。はい、マジか。あ、すごいね、それ。でした。しっかりやん。サウナ行こうとかですか？イエーイ。
やばいよ、サウナ行こうなってたらもうそれ。まず見せて、まず見せて。深夜の1時とかから。それやばいよ、それ。今から個室サウナ行こうとかって。それやばいよ、それ。技師じゃないよ、それ。大丈夫。やばいよ。思い浮かばない。うん。え、みんなに言ってるので、私だけじゃないので。一斉掃除サウナのお誘い、一斉掃除は気づいて。そかれることないぞ。アイドルの人とかって何、顔見せてくれるんですか。もちろんリンスト見せますよ。え、かわいい。え、今行かなかったのか。口説かれたからって行くわけじゃないしね。この写真見ても行かなかった。うん、行かなかった、行かなかった、普通に。すごいかも。家で処理して終わった。それだったら行ってくれ。まあその行かなかった理由としては、ちょっとメンヘラっぽそうだなって。あー、なるほどね。嫌いだからメンヘラ。可愛いけどね、めっちゃ可愛い。ね、暑い。暑いよ。うん。冷房つけてほしい。確かにちょっと暑い。冷房まで行く。え、ちょっと開けるじゃん、そこ。え、うるさいから。送風ね、送風。そう。え、うるさいからね。風なしね。温度を下げてね。じゃあ、18で一番低いってこと？頼みます。18のやつ、まだおる。頼みます。え、貧しい国の方。貧しい国の方じゃない。頼みます。頼みます。あ、私も黒食べたい。食べれ。ありがとうございます。ゴー！あの、来ました。好きなタイプ。じゃあ、りょうかちゃんから行こう。私は、ボケとか面白いのが頭の回転早い人見てて、めっちゃ面白って思うんですよ。地頭いい人だ。え、でもそれってさ、あれじゃないの？クールさも欲しいんじゃないの？どうよ。で、うん、たまに普段はちゃんと普通に落ち着いててみたいな感じ。ダンス上手い人か歌える人。あー、大事だね。大事か、本当に思ってる。大事じゃないでしょ、キーダンバー別に。だから、え、じゃあアーティストとかなんか好きになりがちなんじゃないの。うん。ね、逆に何個上からが OK。 逆にね、同じでしょ。ダメ。いや、オリです。オリだって。降りたこのお仕事してる方、こう20後半とかでもめっちゃ私かっこいいと思っちゃう人全然いっぱい。あ、35でもいけるってこと。35は30歳か。じゃあ29歳と月は未来見えないんですけど。じゃあ8個で、8ということは27。27歳出ました。りょうちゃん27歳までのダンスできて、歌うまい、面白くてクールな一面もある男子ってことですね。じゅんぺいさん、お待ちしております。そうじゃん、歌って踊れる。歌って踊れる。はいはい、じゃあキリトンポ。はいはい。あ、私のタイプ、私のこと好きな人がいる。なるほどね、うん、相手からの好意でということなんですね。はい。え、それ以外ないの。それ以外は私のことを超甘やかしてくれる。愛情表現めっちゃ大事じゃない。なんか好きとか可愛いとかってめっちゃ大事じゃない、言われるの。言いますか、付き合えたら。なら、付き合ったら言う。何ね。あ、言う。え、どうやって甘えるか、やるか、やろうか、じゃあ。お前らにやろうか。無理、そんな無理だ。じゃあ今からジンさんが好きな人にどうやって甘えるか。じゃあ、りょうかちゃん来て。じゃあ、じゃあ、りょうかちゃん。やだ、キリソン。りょうかちゃん言って。キリソン。おい、やめろ、その譲り合い。こんなモンスターに好きだよとか。アクション。なんだよ。好きだよ。いや、ほんと好き。かわいい。はい、ねえ、寒い。逆にね。ねえねえ、寒かったよね。逆にね、これ18度だからね、これ。じゃあ、あげるよ。うん、あげてくださいね。喉乾いた。いえ、ジュースとかありますか。はい。カフェ。コロナミン C 欲しい。あ、じゃあ、じゃんまけコンビニね。買ってきて。ね、本当に買ってきて、ジク。いや、絶対行かない。マジで。はい、絶対行かない。マジで買ってきて。はい、絶対行きません。え、じゃあ、それ、いいよ。買ってきます。じゃあ、買ってきます。うん、何してくれるのこれに。まあ、なんでも。なんでも。なんでも。ね、なんでもいいですか。
でも。ダンスでは帰ってきてくれ。あ、無理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 、そんなんもう不毛だもん。3本。3本。グザ3本の指。ダメですダメです。もうおらないし。どうしても飲みたい。もうなんか眠くなってきた。赤ちゃんだなぁ。バブちゃん。えい。お。付き合いたい人と結婚したい人の条件って。おー。いや、俺はもうほんと付き合いたい人は、俺と性格違う人がいいのかなと思ってて。自分の持ってない感性とか、自分の持ってない趣味、思考を持ってるから、一緒に出てすごい発見があるし、こんな感じなんだって。驚きあるし、まあ、もしかしたらそこで喧嘩とかもするし、なんか辛い思いとかもするかもしれないけど、まあそれも楽しいし、いいかなって思うのが付き合いたい人。でも逆に結婚したい人は、俺と似た人がいいかもしれない。ああ、それすごいいい答え。付き合うは、うん、なに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 、エッチやん、絶対。まあ、エッチな感じじゃないのか。エッチな感じじゃないのか。エッチなのかな。デートしますとかなると、うん、なんか俺どこでもいいとか。なるほど、意見持たずになんかもう任せっきりなやつね。そう、そういう人って何やらせてもそうだから。あ結婚は絶対あります1個。動物と子供好きな人大事。人見知るかもしれない、意外と子供になんかどうしたらいいんだろうみたいな気使っちゃう。めっちゃわかる。でも犬とかも俺あんまり得意じゃない。子供も犬怖いとか。動物を可愛いと思わないみたいな人。ええ、可愛いと思う、めっちゃ可愛いと思う。マジ犬みたいな人が好きだから。いや、人だったらそうです、もちろん。ああ、まあまあまあ。人だったらそうなの？人だったら好きだよ。めっちゃ出れてくるとか、くっついてくるとか。あ、めっちゃ可愛い。で、犬なので。犬がしつこい。しつこい。俺も好きだよ。あーあー、もう、ええー。だ。いや、なの。本当に。いや、ないけど、落ち着いて落ち着いて。まるでこうやってヤシヤシヤシって言うけど、もう、長いってなる。可愛いと思えるな、私。思える、思える、可愛いと思える。めっちゃ可愛い。いや、どうします ?TikTok でも。あ、TikTok 撮りましょう。あ、だって TikTok こっちね。ここね。ここね。バカか、お前。映らせろ。気をつけて、怪我。物は壊すんだけど、気をつけて。うん。物は一回壊すわ。OK。おい、バカ。一人違うやつやんな。こんなもうちょっと目を離したら意味わかんないことするんだから。本当に。餌自由か。餌自由か、おい。ちゃんとしましょう。ちゃんとしようって。私が先に。あ、そうか。違う、ほんとほら。やばい。違う違う違う。違う違う違う。ジー君が全部違う。なんでやね。じゃあじゃあじゃあ。最初。あ、違う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 。真面目にやって。真面目にやりましょう。オッケーオッケー。嘘嘘嘘。嘘嘘嘘。嘘嘘嘘。最悪だ、もう最悪。普通に最悪だわ、俺。お前、そんな肩出る。来てくんな。ちょ、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 え、回ってなかったら怖くて言えないことなんですか？やばすぎる、それ。何それ。最近ちょっと、その引っ越した家に、待ち伏せしてるんですよ、よく。え？やばいですよね。うん。それやばいね。ストーカーってことでしょ？まあ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 、言うならば。怖いなって。いや、それめっちゃ怖いな。毎回その、家に帰ったら、安否確認をしてほしい。うん。電話で。うん？それどういうこと？付き合えるってこと？安否確認してほしい。キリタンポ生きてるかなって。そうそうそう。なんそれ、毎日俺がキリタンポに安否確認するの。安否確認するの。え、どういうふうに、どういうふうに。大丈夫って、帰ってるって。めんどくさいな。でもなんか、キモ男の人の方がなんか、そうあれがいいから。めんどいな。なんで。まあまあ、バラバラ。バラバラで。なるほどね、キリタンポ帰れたってちゃんと LINE するってこと。電話。あ、だる。でも、ほら、忙しいから、うん、電話できない時は多々あるわけです。あるよ。だから、そういう時は、来てもいい。会いに来て、あの、玄関先でちゃんと家帰れてるかなって確認してから、帰るっていうのは毎日やってほしい。でも、その方が良くないですか？なんか、マジで。めんどくさいよー。それ、報酬は報酬？
そう、私は安全ですよ。ギリダンボ、じゃあ LINE してよ、そしたら。不安な時欲しいの。もう本当に出会う。わかりました、わかりました。毎日します。じゃあ OK です。屈強な男をもし、あのね、携えてたら私が、うん、逆上するから、きっと。逆上逆上って合ってるっけ、イメージ。合ってるか。相手が逆切れってか。ちょっとひ弱くらいの俺がいいってこと。そう。誰がひ弱なの、お前。そうそうそう、ちゃうわ。じゃあします。ほんと？なんかめんどくさい。いや、めんどくさいとかじゃない。もうほんと、きりたんぽのお願いなんだから。もうさ、あの、鬼滅の刃の上限って書かれてるみたいに、めんどくさいって目にかかる。めんどう。めんどうって書いてある。めんどうって書いてある。で、きりたんぽのお家にも行けるってことでしょ？毎日電話。毎日電話。玄関先。家入れてくんないならいいや。いや、でも忙しいけど、そこやってくれるのってジンさんかなって。そう、あの、確かにな、包容力。まあ、包むぞ、俺は言ってたじゃん。言ってたっけ、俺動画で言ってたよ。あれ言ってたっけ、逆にこれ聞いたのが出したアメなんか出たけど、キリタンボが出た、硬いなと思ったら、アメ、キリタンボが出したアメ、汗拭いてた、俺何かなと思ったら、アメ出てきた。だからもう本当に、じゃあ俺が守ります、キリタンボ。キリタンパンのみんな、俺が守るからな、絶対に。キリタンポ、ありがとう。で、それは一見さて大きなの、ね、なんでやねん。りょうかちゃん、え、マジやばいじゃん。のやつが結構ほんと、ジンくんでもギリギリ。まあ、でも言ってみるかじゃあんじゃないって。なんで笑ってん。何だって怪しいもん、二人そんな被害が。なんかそうやって疑うのがもう。いや、聞かせどうした。なんかいや、ここだけはカットだけど、ガスね、好きな人いて。めっちゃダメで、ジグじゃない。ここまで芸能は入ってないけど、ちょっとインスタやってる人で、あー、ちょっと足入れてるんだよね。そうです、うん、バーテンっていうか、バーテン兼経営もしたい。なるほどね。で、お金貸してほしいって言われたんですよ。で、両親で、え、でも、どうしたの、この真剣な話。で、この間貸しちゃって。え、振り込んでほしい。いくらくらい貸したの、正直。え、300。え、300。結構困ってて、頑張ってほしいとも思ったし、うん、まあ、貸したんです。え、なんか、え、なんだ、これ、ギルブでしょ、ギルブでしょ。え、なにリングめちゃくちゃ笑ってる。いや、違う、ちょけてる、ずっとちょけてないわ。笑う、泣くよ、りょうかちゃん、泣くよ。事務所とかにも言えなくて、りょうかちゃん笑ってるよ。笑ってるな。あ、いや、もう貸しちゃってるから、結構減っちゃったと。一人暮らししてるし、そういうので、誰かに貸し、お助けを求めようって言ってもらったんですよね。で、あの、今回、お二人誘ってくれたじゃないですか。はい。ああ、これ、この企画。うん。あの時よと思って。だから、その時かなっていうので。きりたんぽの言い方がもう、我が、だから、その時よと思って。じゅんくんなら、叶えてくれるんじゃないと思って。って何叶えるって何？願い。何の願い？300万取られちゃったので、うん、400。こうだ、持ってない。450万貸してください。450万てか、ちょうだい。持ってる多いんだ、そんで。何してくれるの？裏作業とかじゃなくて、なんか一緒に、だから、スカイピースが企画で呼んだ時、じゃあ絶対に何でも行きますみたいな感じの。だったら、もうすごい嬉しいし。まあ、時と場合ね、それは。別に毎回、普通に他のお仕事もあるし。そう、それは、断ったらそのお金もなくなっちゃうの。なるほどね。ああ、うん。450ね。俺もきついけど、りょうかちゃんきついんだったら、うん、なんかりょうかちゃん助けたいし、450万円あげます。返さなくていい、まあ、結構書いてほしい、借用書みたいな。そう、借用書。うん、全然口約束でも、まあ効力あるけど、うん、取ってるし。まあ確かに。証拠みたい。
一応ね、一応撮っといて。詐欺師のやり方だからな、それ撮ってるしみたいな。いやだから本当にいいよ。くれるの？あげます。ありがとう。私150いったん。なんでやねん。よかった友達で。ということで、なに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 、なに、怖い怖い怖い、なに、ジン君はどこまでいい人なの？ドッキリ、待って待って、ごめんなさい、ごめんなさい、ドッキリ、ドッキリです、まず安心したわ、二人が何もなくて後半は全部ガチで、あの450万貸すっていうのは、まあ、ここカットするけど本当に貸してもらう、貸してもらってくバカバカあの、あげるのね、それ以外はちょっとバカか、ここカットするけどじゃないわありがとう、いや、ありがとう、ジンズ優しかった、やっぱりね、結果的にまあまあカットするんですけど、まあ、大金くれる運びになって、あげないです、頼み事とか相談事とか、うん、全部ドーンと構えてくれてるのか、まあ、DM とかでも、はい、DM 待ってます、うん、とあとプロフィールと写真送ってもらえたら、うんうん、一番自分の漏れてる写真とか、そう、送っていただけたら相談になります、はいはい、では、バイトルー。